森浩平です。1月ももう終わりますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう仕事始めをして忙しくされているんではないでしょうかね。私森浩平はですね、2020年売れるぞということをね言ってまいりましたけどもね、なんとこれ2020年素晴らしいニュースが入ってきましたね。私ですね、こうバイクに乗りながらカーブとかでですね、こう気持ちいいとっていうのをね言ってたんですけども、なんとですね今回ワンピースの新オープニングタイトルがアース。まさかのワンピース制作チームが森キャンプファン、いや森キャンプファンっていうかチョコボールさんのファン。そしてこれアースにね関するコメントが来ましてですね、これがちょっと面白くてですね、これちょっとご覧ください。まあ、彼女に僕の動画を見せてくれたみたいなんですけどもね、ありがとうございます。彼女がですね、この人なんでこんなアースっていうのって聞かれたらしくて、これ地球だよ、ずっとアースを言ってるんだよ、それをアースと捉えてるんだよということを言っていただいたみたいで、これでも素晴らしいですね。これアースって、ああこれ、ああなんか、ああなんか景色すげえ綺麗、アース地球に感謝という気持ちを込めましてですね、これからはチョコボールじゃないよ、地球への感謝だよ、アースねえ。さあ森キャンプ浩平、これ2020年はね幸先のいいスタートをね切れてるんじゃないでしょうかね。森浩平今年売れるぞということなんですけどもね、1月現在まだ仕事始めをしておりません。ただですね、1月の末から2月の半ばまではこれスケジュールパンパンでございますよ。なんとですね CM が2本、ドラマが2本入っておりますと、カッコ仮でね、カッコ仮というのは仮押さえスケジュールと言いましてですね、入るかもしれませんよという、ことでございまして、まあこのカッコ仮がややこしいのなんの、アメトークでもですねカッコ仮芸人というのがやってましたけどもね、本当にこのカッコ仮というのは直前までこれスケジュールが決まるかわからない、今4本ねカッコ仮があるんですけども、これ4本全部ばらされてみ、2月の半ばまで仕事がねえぞこれ。私カッコ仮俳優でございますね、業界あるあるなのかな、もしくはこれ吉本あるあるなのかな、ちょっとわかんないんですけども、例えばまるまるこれ1週間仮スケジュール抑えられてますと、そしたらこれ1週間何にもスケジュール他入れることができませんと、2日前とか3日前にこれなくなりましたということを言われたら、我々はですねこの1週間どう過ごせばいいんだ。例えばこれバイトでこう生計を立ててる役者とかだったらね、1週間これシフトも入れることもできない、これバラシになったら、だったらこれバイトできたじゃん、1週間バイトできないというのはこれ死活問題でございますよ、家賃払えねえよ、そういうことでございますよ。クライアントの皆さん、売れてない役者だからってこれ我々の時間そんな安くねえぞっていうね、だってこれ人生の一日一日を必死に死に物狂いで生きてんだ、もうバラすなら早めにバラせと、そういうことをもう僕はこれ業界に言っていきたいね、我々の時間を何だと思ってるんだ、我々の時間をもっと大切にしろ、もっと大切に扱え、我々にも人権があるんだぞ、売れてないともう人権がないような扱いをされる世界でございますからね、声を上げてまいりたいですね、もう組合でも立ち上げようかね、売れてなくても人間だぞの会、売れるぞ売れるぞということでね、明日ですねオーディションがございまして、明日オーディションあるのになんでお前今日キャンプ行ってんだよっていうことなんですけども、募集の役がですねキャンプ好きの男性という、役柄のオーディションでございまして、いや森キャンプじゃん、森キャンプの出番でございますよ、ということでですねこれ前日からしっかりとキャンプをして役作りをして、
明日のオーディションに備えようじゃないかということでですね、今回も年越しキャンプでお世話になりました無料のキャンプ場田代運動公園とね参りたいと思います。無料というのはありがたいですね。ということで田代運動公園明日のオーディションのキャンプの役作りへ行くぞい。あ、そしてですね、今年、1月の3日にですね、森キャンプ公平ステッカーを売りましてですね、購入していただいた皆さんありがとうございます。そしてこの売り上げの利益をですね、能登半島地震の、災害支援に、寄付させていただきました。本当に皆さん、ご協力いただいた方ありがとうございました。まあ、急遽売り出したもんですから買えなかったという方も多くてですね、僕もこんなに売れると思ってなかったんですけども、シールの再発注をしておりましてですね、それが1月の22日に届くということなんで、1月の24日12時からですね、森キャンプ公平ステッカーをですね販売いたしたいと思います。今回もですね、利益は全て、地震の、寄付へと、させていただきますので、ぜひぜひ皆さん購入していただければなと思いますんで、よろしくお願いします。東日本大震災の時にですね、その当時はアイドルをしておりまして、まあ、ライブのね、会場でこう募金集めをしたりとかはしたんですけども、その時にこう現地までボランティアで行ってる人ってマジですげえなって思ったんですよ。そこでね、こうじゃあ自分もと思ってね、行ったところで逆にね、こう現地で迷惑をかけてしまう可能性があると、いうこともございますんでね、やっぱりこういう時の助け合いはね、無理をせず自分のできる範囲でやることが大事だなと思いましたね。はい、こんにちは。喉どうした？あっ、は？さあ、気持ちいいポイントへと入ってまいりました。ここの坂道カーブも気持ちいい。気持ちいい。わあ、いいぞいいぞいいぞ。あーす、気持ちいい。気持ちいい、最高だな。この風景最高、気持ちよすぎ。この風景を見ながらのアウトイン、アウト。おっしゃ。なんかこの辺なんか横の方凍ってる気が、なんか凍ってないか、凍ってるぞ。あぶね、今凍ってたよな。端っこの方すげえ凍ってるぜ、これやべえ。あぶねえ。あぶねえ。なにこれ、うんこ。わ、なんかもう真っ白じゃん、やばくねえこの辺。めちゃくちゃ霜降りてんじゃん。はい、こんにちは。いいね、こんな寒い中でもバイクおじさんはおかわりございません。おい田代、ここを左折。おいえ、愛川町の皆さん、お邪魔します。盛り上がっております、田代運動公園。田代運動公園、お邪魔しまーす。さあ、どこに止めようかしらね。
うまい。いただきます。うわ。どんなもんだろう。マジ。マジ。やっぱ火力が足りねえか。ああ、ダメだね。
あちあちあち。行きます。こんにちは。いつも見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。うまっ。
うわ、うまそうだ。うわ、うわ、いただきます。あ、うん、うまっ。うん、うまっ。田代運動公園さん、ありがとうございました。愛川町の皆さん、お邪魔しました。さあ、ということでオーディションへ行くぞい。この動画を配信してる時にはですね、そのオーディションの結果もおそらく出ているだろうということでね、はい、結果はこちらでございます。